皆さんこんにちは、改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは高橋店長です。はい、よろしくお願いします。今回紹介する車がこちら。はい、やってまいりました。レンジローバー。そして今回なんとこちらのレンジをフルマンソリーの外装コンプリートに仕上げたお車ということ で、はいはい、でこれを順番にご紹介させていただきたいと思います。はい、でレンジの後期フルマンソリーは多分ボンドチャンネルで初だと思うんですよね。でボンドグループでも多分初めてじゃないかなと。ブログとか見てる限りはないかなっていう。なのでおそらく初めてご紹介する車種とカスタム内容になってくると思います。で今回はこれ全部ですよね。全部、あでも細かいパーツで付けてないものもあります。まあ、結構マンソリーこうアドオンのちっちゃい小物とか、うん、もう膨大な量があるんで、まあ、そういうものを抜いて、まあ、フロントサイドリアもう定番のセットは、ね、まあ、全部組んだっていう感じの車になります。でまずこれ どこが変わってるのか。バンパーは全部変わってます。なんとここが全部マンソリーに変わってるってことですね。そうです。今回白状しますけど何も勉強してないですということでここが全部グリルの下から全部ですね。あここから、はいはいはい、全部マンソリーのバンパーに変わってる、はい、最近だと本当に車のいろんな制御がついてきたりだとかあとセンサーがついてる関係でフルバンパータイプっていうのはないですよ、ね、少ないですね。少なくなってきますよね。うん、で現行のレンジも最近キットが SNS で発表になってましたけれどもやっぱりアドオンの純正バンパーにつけるタイプだったんで交換できるのはこの年式までということで、はい、ただやっぱり全部交換すると造形が変わるんでだいぶかっこいいですね。だいぶ純正と違いますよね。でもちろんその出っ張りとかそういうのに関しては、まあ、純正ライクな感じなんですけど、うん、この辺のダクトとか、まあ、あとこの辺のデザインがまるで変わっちゃってると。でここが追加されてるデイライトですかね。そうです、デイライトです。この辺なんかもついてきてだとフォグがついてる車だとここにフォグが純正バンパーだとあったりしますけどそれがなくなっちゃうと。そうです。であとは全部この内側が網になってでこの辺がカーボンが出てますけれども、はい、これ出てるとこ以外のここも全部ドライカーボン製なんですよね。そうですね、塗り分けでカーボン出すとこと同色にするところと、はい、分けてもらってます。でマンソリーあるあるでこのウォッシャーの蓋があったりなかったりなんか車種によってなんか本国こうオプションでなかったりすると、はいはい、この辺なんかもあったりするらしいんですけど今回大丈夫でした。大丈夫でした。一応現車の写真を最初に送って。あそうなんだ。センサーとかカメラの数も全部送ってついてんぞと。そうです。で注文したんでこの辺なんかもバッチリ、はい、まあ、元々なんか設定がないとかっていう車もあるみたいで、まあ、それは多分ケースバイケースになってくると思うんですけどこの辺なんかもじゃあ塗り分けになってるのかな。パーツ単体ですよね。ここはそうですね、はい、こっちは塗り分けですね。あここ塗り分けてる、はい、でこっちがカーボン出してあるでこの辺なんか割とこう四駆っぽいデザインそのまんまで、はい、でただマンソリーなんでしっかりカーボンの目はこうやっぱり中心によるデザインになってる。で今回これナンバーベースも塗ってありますよね。塗ってますね、はい、ボディ同色にナンバーベースも仕上げてやっぱりこう樹脂のパーツなくす方向のカスタマイズだとそうですねこの辺はマストですよね。はい、でもちろんカスタマイズなしでナンバーベース塗るなんてこともできますんで、まあ、その辺は高橋店長にご相談いただければ。はい、で前回りはこんな感じ。あとこのメッキパーツもスモークにしてます。あこれこれこれとかここの枠とか。あこれも何色入ってんの。色入ってます。ですね見比べないとわからないこれも入ってます。あこれも入ってんの。入ってます。えこの外側のこのキラキラしてるとこがワントーン押してるってこと。そうです。でこれなんかさっき聞いたらこれプラスチックじゃないとかっていう。そうなんですよ。実はこれ金属製。金属製で多くの場合が新品取って塗って、はい、交換しましょうっていう手順になるところを、はいはい、今回これ現品を塗ってるんですよ。現品を塗ってます。なんか理由があるんですよ。これ金額が半端じゃないバカ高い、はい、発表してもらっていいですか。はい、一応部品的にはこことここで分かれるんですけど10万円本当にで後ろもあるんでっていうことはこれ1個2万円するの。そうですね。そうするとやっぱりじゃあパーツで用意して塗っといてってなってくるとちょっとさすがに出費がかさむんで。そうですね。じゃあ今回は現品を加工しましょうということで、はい、まあ、ちょっとこう外したりするとない期間とかっていうのはあると思うんですけど、まあ、カスタムと一緒にご用命いただければ、まあ、一緒に塗ったりもできるということで。そうですね。じゃあこれめちゃ貴重っすね。貴重なんですよ。でしかもこれ後ろにもあるってことは後ろもあるんでトータル40万円ということで、 そうですこれが、まあ、金属製
と言ってもちょっと高すぎる。そうですね、はい、ただやっぱりこの辺触ると、まあ、全体的に見比べた時なんかがかなりインパクトがあるんじゃないかなと。で前回りはこんな感じですか。まあ、元々ここ黒ですよね。ここは黒です。ですよね、はい、なんでまあ非常にまとまりがあって、まあ、パーツのそのメッキの部分のまあトーンも落としてあるんでまとまりが良くなってるかな。そして横行きましょうか。はい、今回はなんとワイドキットということで。ワイドキットです。これがワイドフェンダーになってると。はい、これ存在しないバージョンもある。ソフトキットもありますね。バンパーだけっていうパターン。それバンパーがもうそもそも違う。ここがこう膨れ上がってないんだ。こっちは多分同じようなデザイン。あ、そうなんだ。じゃあワイドにしたくない人はそのままソフトキットの方を組んでこれっぽくっていうのもできるということで。そうですね。はい、ただワイドキットだとやっぱりこれだけワイドになるんで迫力が全然違います。はい、で前も横も割とこうシュッとしたデザインなんでレンジとかって、まあ、ここ出るだけでもかなり四駆感がアップするのと車いかつくなるっすよね。はい、そうですね。でこれがここまで全部つながってて、はい、センサーなんか全部移植されてるんですか。そうですね。で後ろも全部つながる。はい、でこれも全部ドライカーボン製ということで、はい、すごすぎます。そしてこれに組み合わせるタイヤホイールがこちら。はい、マンソリーのマンソリーY5。 割と珍しいというか他の車種であんまり今まで見かけてないタイプのマンソリー。ね、ただやっぱりマンソリーってこうデザイン優れてるんでこうチューナーらしいこう飽きのこないデザインというか、うん、何年経ってもかっこいいよねってい う, こうシンプルなデザインですよね。そうですね。でこれフィニッシュはダイヤモンドカット、ダイヤモンドカットとグロスブラックの、なるほど、こちらになってる。はい、で、そうですね、センターキャップはこのマンソリーのセンターキャップになってる。でこれサイズ的には295っていうのは太くなってるの。295純正より太くなってます。純正が275です。なるほど。じゃあ2サイズぐらいアップして、はい、でなおかつここ見ると分かるんですけどこれ変換、専用スペーサーです。あ、専用のスペーサーになるんだ。はい、まあ、ドイツチューナー系だいたいみんなそうですよね。だから入るからってこうめちゃくちゃこう太いのを入れちゃうんじゃなくって、まあ、純正プラスアルファぐらいのサイズで外に出してこう出面合わせるっていうこういうタイプになってると。はい、はい、で今回あの完成車紹介なんで非常に恐縮なんですがここをなんとかしたいなって余計なこと言うたんだそうですね。はい、構造上ボルトだったりナットだったり、はい、でボルトだと黒いボルトあるけどナットだと黒くするんだともう袋のナットにするしかない。うん、貫通タイプだとどうしてもこうボルトが中心に見えちゃうんでここを黒くするのは難しい。でじゃあ袋にすればいいじゃんって話なんですけどこれがなんかラウンドになってる。そうです、座面がでテーパーじゃないんで、まあ、その辺もあったりとかでまあ、袋だとこう飛び出ちゃったりもするんで、まあ、今回はあえてそのまんまで、はい、余計なこと言うな大丈夫です、はい、こんな感じになって、はい、でさらに今回もう外装コンプリートですから、はい、キャリパーもしっかり塗ってあるということで、はい、ここは重要じゃないですか。重要です。ここは、はい、ここを塗ってあるか塗ってないかでこうコンプリートかというか外装コンプリートの完成度変わってきますよ。そうですね。で今回はグロスブラックでいいですかね。そうです。これでも純正もグロスブラックなんです。あ、そうなんだ。じゃあロゴ替えってこと。そうですね、まあ塗り直してますけど。なるほど、はい、じゃあほぼ同じ色に塗り直してマンソリーロゴ入れた、はい、こんな感じ。あ、マンソリーロゴはこれ白なんですね。はい、なるほど。でこの辺もいろいろできるですもんね。できます。まあ、シルバーにしたりだとか、はい、あとはボディ同色にしたりだとか、はい、内装のカラーに合わせて、まあ、この辺もご相談いただけるといいんじゃないですか。あとは今回ローダウンは、ローダウンはしてないです。してない。純正で。なるほど、まあ、純正でもちろん優しさなんで上げ下げができるのと、はいはい、まあ、調整必要であればロワリングとかもあったよね確か。そうですね、スターテックとかですか。まあ、できるんで、まあ、この辺も合わせていいかな、うん、はい、ただワイドボディになってるんであんまりこうベタベタもそうなんですよね、やってんな感が出ちゃうんで、まあ、このぐらいは割とちょうどいいのかな。そして横もカーボンパーツ盛りだくさんでございます。はい、まずここが変えたの。そこ変えてます。それはオプションのパーツですね。そうなんだ、はい、ワイドキットには入ってこないパーツ。フロントサイドリア以外のここのパーツ、はい、でこれがかぶせとかじゃなくて純正のパネルを取って交換、はい、そうです。なるほど、になってる。あのレンジとか一部車種に関してはマンソリーっていうブランドじゃなくてマンソリースイスっていうブランドになるの知ってましたか。そうなんですか、はい、最近知りました私、はい、ということでこのスイスの、はいはいはい、まあ、車種によってみたいですけどこんな感じの。これだいぶインパクトあるですね。そうですね。でここも一応あの塗り分け微妙にしてあるんですね。くぼんでるところを同色で塗り分けてます。入れてあると、はい、でも目も全部揃ってるですからね、はい、結構純正のあのシルバーも塗ったりとかいろいろ手があると思うんですけどやっぱりここカーボンにすると結構インパクトがあるんじゃないか。そしてサイドスカートもだいぶ大型なものが、はい、これドアにかぶ
ってるっすよね。かぶってるっす。一体だからか。なるほど。まあ、他の車と違ってこうサイドスカートをドアって感じじゃなくて、もうドアにかぶったこのサイドスカートということで、あ、だからこれオーバーフェンダーがちょびってなってない。そうですね。なるほど。そしてサイドスカートがここからつながってマンソリーの、これ別パーツ？これは付属してます。あ、そうなんだ。それをまあ色入れちゃったりとかっていうのもあるんですけど、今回はちょっとカーボンで。なるほど、はい、カーボン地を出してこのロゴは。そして下側はこれ塗り分け、塗り分けしてます。カーボンになってる、はい、で当然段差なんかは全部なくなってる。でここの凹凸もできてるんで、横だいぶいかついっすね。いかついんですよ。 ごつい感じが、かなりごつい、はい、そしてそれが後ろまでつながってって、後ろはちょっと複雑な造形になってるんですね。そうですね。1回入ってまたこう出てくるっていう、はい、あ、でこれリアのフェンダーにもこうつながってんだ。そうです。これすごいね。こうシームレスにつながるデザイン。だから切っちゃったりとか、こうサイドスカートオーバーフェンダーっていう感じじゃなくて、サイドスカートドアパネル兼オーバーフェンダーみたいな。そうそうそう。これだから届いた時の箱の中身のデカさが多分そうなんですよね。結構インパクトあるんじゃないかなと。そしてリアもどんくらいですかね、これ5センチぐらい出てる。5センチ4センチぐらいだったかな、片側、はい、じゃあ当然構造変更も必要ということで、まあ、車検のタイミングなんかでやっていただけるのがいいんじゃないかな、はい、そして後ろも、あ、295なんで4本通しですね、はい、でホイール自体も通しです。あ、通しなんだ。スペーサーの厚さは前後で違います。なるほど、はい、後ろはじゃあちょっとフロントよりかも厚いタイプのスペーサーが入ってる、はい、でこれで、うん、完璧です、はいはい、になってる。そしてあとは後ろも、後ろもリアバンパーにそのままなるほどつながる感じです、ね、あ、じゃあかぶさっ、あ、ここはでもかぶさってるんです、はいはい、そしてリアバンにつながるデザイン。でここがダクト風にこう、これ今の現行車種の子は割と新しめのエアロデザインにもつながってますよね。ありますね。現行フライングスパーかなんかのこうリアのバンパーにこういうデザインで入ってたり、してここも塗り分けで、塗り分けで、で内側だけカーボン出して、はい、パーツ自体は確かなんかこの辺結構ふわっとこうカーボンなんで、こうもっと狭くしたりとかできるんですよね、うん、今回はこのぐらいの幅で全部出した。そして後ろも全部リア板交換ということで、だいぶいかついですね。だいぶ、あれ純正ってこんな出てないよね。出てないですね。そうだよね、うん、もうちょっとここは、ここは同じぐらいかな。こっちが、こっちは結構出てる、ね、もっとストンってなっちゃったんですよね。それがこうマフラーも出てるし、リアのこうディフューザーって言っていいのかな、この部分で3センチぐらいですかね、長くもなってるということで、はい、でこれが、これは別パーツ、あ、別パーツだね、はい、こう下側はカーボンで、これが2段になってる形状、はい、でここも網なんですけど、ボンドボディの仕事なんでちゃんと網の内側もちゃんとパネルが貼ってあると、はい、いろんなこう車外のエアロとかで網ついてるのあるじゃないですか。中こう見えちゃうとがっかり感ちょっと残念あるよね、はい、まあ、見えていいパーツとダメなパーツと、ラジエーターのコアとかだったらいいけど、なんか配線とか、なんかこうフレームのなんか見えちゃいけないところとか見えちゃうとやっぱりがっかりしちゃうということで、これちゃんと中も見えなくなってる、はい、で下側は、あ、ここまでか、でも全部ドライカーボンのこちらのパーツになってる、はい、そしてマフラーのエンドがマンソリーの、はいはい、これは塗ってロゴを、まあ、キャリパーと同じく白で入れてます。あ、なるほど、はい、じゃあこの辺もじゃあさじ加減で、はい、まあ、塗って消しちゃってもいいし、そうですね、はい、シルバーとか他の入れてもいけると、はい、でこれも出口すごいね、これこ そう、こういう2段っていう、だいたいここでこう縦に分かれてて2段とかなのか分かるんですけど、こうとこういう2段ということ、はい、で一応まあ純正で2本出しなんで、あ、まあ、これはアダプターがついてるんですよね。あ、そうなんだ、はい、あ、遠くなるから、そうですね。あとはちゃんとこうなんだろう、この開口部からこれに合わせてってこと。あ、そうなんだ、なるほど。あ、なんか純正のこの1本出しのやつを2本出しにしてこう出てる、うん、じゃあその辺もしっかりカスタマイズされてるということで、はい、で、あとあとはリアスポイラーと、あとここの、なんていうの、このパーツ、このパネルもマンソリーなの、はい、そうです。あ、本当だ、ロゴが入ってる。これもカーボンなんですけど、ここは同色にしてロゴがカーボンの残しみたいな。なるほど、はい、じゃあこの辺もじゃあさじ加減でいろいろできるということ で、ね、はい、高級すぎます。価格に関してはマンスリー公表されてないんで、はい、ふわふわっとなりますけど10万円じゃないですか。そうですね、はい、10万円じゃないですか、はい、あ、これ10万円か、はい、10万円ということで、はい、これも多分このパネルだけで10万円ですよ。そうですね、はいはい、ということで非常にリアも豪華になって豪華
意外にこれルーフないんだね。ルーフあるんですけど、ちょっと形が個性的っていう感じだったんでつけなかったです。なるほど、まあ、そういうサジ加減ができるのもマンソリーいいとこかなということで、はい、こんな感じになっております。はい、さあそして中もプチカスタマイズがされているということで、はい、なんとこのエントランスもマンソリーのカーボンのパネルになっていると、はい、これ光るタイプ、光るタイプです。なるほど、はい、じゃあその辺の配線接続もなんかもしてしっかり光るタイプ、はい、これいいね。これいいですよね、さりげない感じで。やっぱりちょっとでもこう内装も触ってるとこうトータルでコンプリートカー感が出るなということで、はい、そして中もこれ車めっちゃかっこいいね。そう、中がめちゃくちゃ豪華な仕様なんで、まあマンソリーのイルミつけてもいいのかなっていう、はい、で内装も全部レザーだし、パネルに関してはカーボンですけど、はい、なんか合ってる、なんかここ全部カーボンにするんじゃなくって、こうちゃんとパネル類はウッドで、はい、下が外装に関してはカーボンということ、はい、で今回の車はリアにもこれエントランスのパネルがついてるということで、はい、いやだいぶいいですね。だいぶいいですよ。そして4人乗り、4人乗り豪華ね。これ冷蔵庫とかのテーブルとかついちゃってるんで。あ、そうなんだ。なんかこうめちゃくちゃ目立つ仕様じゃないけど、なんかやることきっちりやってあって抜かりない感じがします。こんな感じの内装になってます。はい、じゃあ最後になりますけれども、はい、なんかマンソリーっていうと毎回こう派手なの、うんうん、あとは本国でこうたまに出てくるコンプリートのやつとか、最近のやつ見た、あのポンチ GD かな、あ黄色と黒を真ん中でこう、でそうそうそう、ああいうのとかこうすごく奇抜な車ばっかりこう表に出てるんで、はい、なんかこうド派手なメーカーっていう感じもしますけど、このシックに決めることもできるんだなと、はいはい、で特にこのレンジのキットに関しては割とこうやることやってあるけど、こうめちゃくちゃ派手な感じではないんで、まあ、非常にその辺あんまり目指したくないよけど他の人とは違うのがいいよっていう方にも、まあ、非常にお勧めできるんじゃないかなと。そうですね。で、はい、今回このレンジ以外にもあのホームページに他の車種も結構いろいろ載ってるんですよね。載ってます、載ってます。で日本のホームページも全部網羅してるわけじゃなくって、はい、まあ、本国にしか載ってない車種とかもあるんですけど、その辺も取れるんですよね。取れます。なんでご相談いただければボンドショップ浦和でいろんな車のマンソリー、はい、まあ、派手にすることもできると思いますし、今回みたいにこうシックにもうかっこよくすることもできると思いますので、ぜひご相談ください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と何かしらの評価、もうグッドでもバッドでもいいんでよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。